スフィンゴシンは18個の炭素を持つ調査、網のアルコールで、1本の不飽和炭化水素差を含んでいる。スフィンゴ脂質の主要部分を形成するもので、重要なリン脂質の一つである、スフィンゴミエリンなどを含む、細胞膜脂質のグループに属する化合物である。スフィンゴシンは2つのリン酸化酵素、スフィンゴシンキナーゼ1型と2型によって、生体内でリン酸化される。 これにより信号伝達脂質として役立つスフィンゴシン -1 リン酸が合成される。セラミド、スフィンゴシン、スフィンゴシン -1 リン酸などのスフィンゴ脂質の代謝は様々な細胞内反応過程における脂質信号伝達分子となる。スフィンゴシンはパルミトイル COA とセリンが縮合反応によりデヒドロスフィンゴシンとなりがナットフにより還元され、 ジヒドロスフィンゴシンとなった後、最後にがファドにより酸化することで、スフィンゴシンが合成される。スフィンゴシンの合成セラミドは、スフィンゴイド類と脂肪酸がアミド結合した化合物群である。このセラミドに糖がグリコシド結合したものがスフィンゴ糖脂質、塩基やリン酸元が結合したものがスフィンゴリン脂質であり、この2つを合わせてスフィンゴ脂質という。 ありがとうございます。